まあ今日はポジウムだけなんですけども、やっとここまで来たって感じで、非常にワクワクしてます。今年はまあ車もかなり調子がいいので、まあきっちりいい成績残したいですし、うちの親父の車もすごく速いんで、すごく楽しみにしてます。
ですね、今年非常に厳しいレースがずっと続いてたんですけど、我々ノートラブルで来られたのですごくハッピーです。